文创作的这个文艺少女哦，我们来看看他们呢要怎么呈现这个伟大的文艺少女的故事，一起来欢迎鸡屎藤舞蹈剧场。来，我想过来 ，Taiwan Girl， 黄凤。台湾では、法事の日を法事節と言ってお祭りをします。そしてこの日は一年中で夜が一番長い日です。前の晩はどこの家でも賑やかに法事宴をこしらえます。私の家もこしらえました。まもなくお母さんが昼間こねていたお餅を取り出してきました。それを細長く丸めて少しずつちぎりました。私たちは手のひらに乗せて両手でぐるぐる丸めるのです。私はお団子は好きではありませんが、こしらえる時が一番楽しいのです。凤珠啊，你是安尼写台湾的冬节节日的？伫咧台湾冬节的时阵，有一个庆祝冬节的节日。啊，迄天哦，是一年当中暗暝上长的一天，每一口罩拢在准备蛇影，当然阮家嘛是同款。卡上家己是蛇好的准备完退出来，该蛇甲等等等，然后分做细块块。阮家这细块准备完退起来，放伫手中，偷偷啊家己蛇好伊。哇，虽然无甲伊食一样，但是我感觉蛇影的时阵真趣味。
算了啦，我来看卖啊，凤珠是安怎写过年的代志。伫咧细汉的时阵啊，无虾米代志比过年搁较快乐。卡上为我提过年要穿的长衫，还搁有红布的，布的顶冠搁有一蕊粉红啊色的绣花。我是不是哦，搁甲伊提起来看看，懵懵的。我心内哦是欢喜甲嘴笑目笑。伫咧礼拜完了，阮哦会伫厝内搭迄些有春丽的红纸，伫咧菜橱顶悬搭山顶海味，两顶悬就搭五谷红灯。也搁有啊，阮会伫咧门卡口迄红色的门帘吼，也搁有福禄寿三字。隆重换做新的啦！啊，伫咧迄天，卡上的替我将我的手、甲面洗好清气，甲我迄天上爱穿的红长衫、甲红布鞋摕出来，我的头毛顶冠哦，佮插两蕊红春花呢，哇，真正是足欢喜的，这是一个偌美好的过年啊！楽しいものはなかった。母は私のために長シャツと正月だけに履く真っ赤な布靴を作ってくれた。布靴には薄桃色の糸で花が刺繍してあり、私は時々それを取り出しては眺め、そっと触ってみたりして、込み上げる嬉しさに思わず微笑むのであった。28日以降は、祈祷や部屋の戸には春という字を書いた正方形の赤い紙が、またおかずを入れるところには三珍貝に、米びつには五穀豊穣などと書いた赤い紙が貼られた。それとともに地区を書いた門の赤い門帘や福禄寿の文字や花模様を切り抜いた古色の福符などが新しいのと取り替えられた。それから母は私の顔や手を洗ってくれた後、私が今日楽しみに待っていたあの薄桃色の長シャツと赤い布靴を取り出し、髪には髪でこしらえた高春波を立ちさせてくれた。私は嬉しくてならなかった。
香港的 Thank you， 谢谢大家。好的，再一次热烈的掌声，感谢我们的鸡屎藤舞蹈剧团。Fever Fine Dance Troupe。哦，原来故事的起源是日剧时代。在日剧时代，我们第一位哦，台湾的第一位用这个日文来创作的文艺少女哦。Huang Feng is the first Taiwan lady during the Japanese rule of Taiwan that uses Japanese to do artistic creations. Literally. 没有错，时间呢，渐渐。